絶部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では135番目に置かれる。絶字は人や動物の口の中にある器官である舌を意味する。説問開示は、小婦検疫婦の漢と口からなる形成文字とするが、口の中から舌が出ている象形と考えられる。舌先が分かれていることから、蛇の舌にかたどっているとも言われる。 変貌の糸としては、舌の動作や味覚に関することを示す。絶は、字や、乱の遺体字として使われ、日本の新時代や中国の艦体字では政治に採用されている。絶部は、このような糸を、構成要素とする漢字を収める。絶の字型と似た、咳を、構成要素とする漢字も収めている。印刷書体において、後期時点は、絶の一画目を、 席の三角目と同様横角としている。日本の新自体、中国の新字型では絶については一角目を払いとし、席を横角としている。席については中国では後期辞典に従っているが、日本の新自体では関を土とした者を採用したため収録する部首もに変えられている。ただし、この適用は常用漢字表内のみであり、 境外時については、後期時点に従っている。一方、台湾の告示標準自体、香港の常用アザージ形表は、絶の一画目も横棒とし、赤と統合させている。コンピュータ上で、Windows が装備するフォント再命定、新再命定は5.03半以降でないとこれに対応していない。話字の作りの絶はここで言う、絶ではなく、四口の省略形なので、 払いである、下、ありがとうございます。